はい、こんにちは。速稼塾の久保です。本当にね、安倍総理、長い期間、体を押しての、総理大臣としての職務、お疲れ様でした。安倍総理ね、本当にね、アベノミクスをはじめとして、あと、外交ですか、力強い政策を次々と進めてくださってね、私は本当に安倍総理で良かったなぁと思っているんですが、どうしてもね、看過できない点っていうのはずっと動かずにそこにあるんですよね。これが森友問題ですよね。まあ、他にもあるといえばあるんですけど、私にとっては森友問題の公文書改ざん、あれをですね、すっとぼけているのが、どうもね、輝かしい安倍総理の経歴に傷をつけているんじゃないかなと思うんですよ。で、今回の総理再選ですよね。ここ出てるのは菅義偉さん。これね、官房長官だったわけですけども、あとね、まあ、石破さんっていうのもありますけども、それぞれに同じ質問がマスコミの方からありましたよね。どんな質問かというと、あなたが総理大臣になったら、森友問題、こちらの方はどうされるんですかってことですよね。要するに、安倍総理、麻生財務大臣では埒が明かないと。本人当事者がですね、どうするかって言ったら、それは調べられたくないんで、それやりませんよね、再調査なんてのは。で、赤木さんの奥さんっていう方がね、出られてきて、もうこれほどですね、もう、どっちなのか、どっちに傾くのかって知りたくなるようなタイミングがないんですけども、そのタイミングにまたね、こういうことが起きてますんで、総理が変わったら、もしかしたら、この疑惑に対する、深掘りをね、もう一回してくれるんじゃないかなって期待が当然国民にありますよ。で、そこでね、菅官房長官。まあ、菅官房長官はどちらかというとね、安倍総理を追い込む方ではなくて守る方ですから、まあ、この質問してもね、なかなか聞いてもらえなかったんでしょうね。ここにあります。森友問題はすでに結論が出ていると。そんなわけないだろうと思うんですよね。すでに結論が出ているっていうことで、全く取り合う姿勢がないと。ここはね、菅さんはあれですよね。何と言いますか、桜の問題もそうですしね、その他の公文書の問題、安倍政権ってのは公文書がとにかくね、廃棄され、改ざんされ、隠蔽されて、とてつもない、国内に対して負担を強いてると思うんですよ。これね、外交で国外に対して公文書改ざんなんてのは絶対やらないと思うんですよね。まあそれやったらもう終わりですけどもね。まあ今でも結構ね、この公文書改ざんっていう一点を取ってみれば、大失態、もう終わりの終わりなんですけども、ただね、今回こうやって職位が変わること、役職が変わることによって、総理大臣が変わることによって、ちょっとぐらいさざ波立つかなっていう期待はあったんですけども、まあ菅官房長官やらないですよね。政権が変わらないとダメですね、もうね。例えばね、民主党が新しく再結成されますけども、ここが政権を取って、じゃあ森友問題を真っ先にやろうみたいになれば別ですけども、まあそんな余裕は多分ね、新政権にはないんですよ。仮に自民党から別の政権に移ったとして、その新しい政権っていうのは、もうね、政権運営にてんやわんやで、過去のね、問題をほじくってる暇はないっていうことになって、結局やらないでしょうね。やる意欲があっても。それこそ、NHK から国民を守る党が政権取っても、やれないと思いますよね。従業員とか、従業員っていうのはあれですよね。スタッフが充実して、国会運営がうまくできていれば、それで余裕があったらやるかもしれませんけども、なかなかね、最優先にやったら、何やっとんやというね、世間の批判は拭えないと思いますから。で、今回の総裁選なんですけども、石破元幹事長、元幹事長ってのも変な話ですよね。石破茂さんでしょ。ね、元幹事長とか言ってね、わざわざ役職を引っこ抜いてこなくてもいいわけなんですけども、この、石破さん。石破さんは同じ質問を菅官房長官と同じ質問されたときに、まあそこはね、なんかぼやけた言い方だったんですけども、まあ、森友問題、賭け問題、それはやっていくぜみたいなことに取れるような、そんなね、答え方してましたね。これね、でも、なんか、この石破さんも、いまいち頼りにならないというか信用できないんですよね。ここに書いてますよね。石破さんになったら、石破さんが総理大臣になったら、公文書改ざん問題とかにはしっかりと手をつけていくということですか？といい質問ですね。で、すると、石破氏はたじろうことなくこう言い切った。
それはどういうことであったのか、政権の外に私はいましたから、きちんと何がどうなっているんだと、それはきちんと検証して、正すところを正していかないと、それは国民の信頼を得られないと思いますよ。これだと、やるのかやらないのかわかんないですよね。だからもう一歩ね、突っ込んでくれたんですよ。公文書改ざんにせよ。河井前法務大臣のところに1億5000万行った件にせよ。別に、何これ何て書いてあるんですかね。まあ別にね、政権取らなくても、党の総裁があるいは首相がこれは調べようじゃないかと声をかければ、財務省も調べるだろうし、自民党内でも調べられるので、それはもし石破さんがなれば、国民に一定程度納得できるような形で示していきたい。こういうことでよろしいですかというふうにね、念を押して代弁してくれましたね。これははっきり言ってくれましたね。で、そうすると、そうですね、納得ですもん、そうだよね。そういうめんどくさいことをきちんと検証しないで、何が、納得が得られるの？政府がそういうことでどうして共感が得られるの？ということです。これもね、曖昧な言い方ですね。森友問題、もちろんやりますよ。もう一回再調査しますよ。っていうふうに言えば済むことなんですけども、どっちとも取れるようなね、聞いた人から言わせれば、あ、やってくれるんだろうなと思わせると。言った方から言えば、いや、そこまではっきり言ったわけじゃないよっていうのはね、本当にね、真ん中ぐらいのこと言ってますよね。で、次のページ。菅官房長官が首相になれば全ての疑惑は闇に葬り去られるって書いてますけども、まあそうですね。だから菅官房長官になるでしょうね。きっとこういうバイアスもかかって。で、これから窮地に立った石破氏がさらに安倍政権の疑惑解明を前面に押し出して世論に訴えていく可能性もあると書いてますけども、まあもうないでしょうね。他に言うことがないから、石破さんとしては、本当はね、桜を見る会の疑惑とか、何ですかね、領収書とかは絶対私出しますよとかね、やれるとは思うんですよ。やれるとは思うんですけども、やんないですよね。そのぐらい私は石破さん、信頼してないんですよ。今、急に出てきて、わわ言っても、今までのやっぱりね、行動っていうのがどうだったかなってところもありますし、全体的に見ればやっぱりね、菅官房長官がこの後継ぐべきだと思うんですよ。で、それと引き換えにバーターに森友問題を忘れろっていうことに、これはね、案になっているんじゃないかなというふうに、私は見えるんですけどもね。だから森友問題っていうのは、もうここで都市伝説になって終わりでしょうね。都市伝説化されて、結論が出ているってここまで言われちゃうとね、もう取り付く島がないって感じですよ。で、それは悔しいと思いますよ、赤木さん。無駄人ですよ、これじゃ。で、安倍総理を、守ろうとして、奔走した人が、命まで投げ出してね。で、その事実を、菅官房長官も、麻生副総理も、知っていて見殺しにするというね。まあ確かにね、トカゲの尻尾を切った方は痛いでしょうけども、切られた方はね、それどころではないですからね。まあまあ、こういうところも、清濁合わせ飲むというね、便利な言葉で、自己納得して進んでいくんでしょうかね。そうですね。大義を進めるためには多少の犠牲は必要だということで、犠牲になった人は報われる日が来るんでしょうかということで、今回は以上ですかね。安倍総理お疲れ様でした。そして新しい菅政権になっても森友問題、桜見る問題、家計問題、その他もろもろ闇から闇をさらに濃くするばかりということでございましょうか。それでは。